この辺のパヤパヤ毛気になりませんか？これ直しちゃいます。こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋。はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうしました？今日は、はい、どうしました、うん、今日はポニーテールですね。ポニーテールですね。はい、はい、まあボリュームの出し方、うん、すみません、てんてんてん、大丈夫です、大丈夫、入れます。ボリュームの出し方ですね、はい、簡単に出せるボリュームの出し方を今日はやりました。なるほど、はい、なんかそうですね、やりました。あとは小平さんのいつもこうアレンジしてる時にこう、はい、この辺のこうパヤパヤ毛っていうかアホ毛表面のめっちゃ気になるんです、僕見てて。それの抑え方を、はいはい、プリウス王の、ポイントケアスティックを使って、それを抑えてみました。いつも気になる方、よかったら参考にしてみてください。はい、それでは動画をスタート。まず髪の毛を耳の高さくらいまでまとめていきます。手で持った状態でトップの部分をほぐしていきます。ゴムで結んでいきます。上からヘアゴムを結んでいきます。今ポニーテール完成したんですけど、この顔周りのちょっと産毛が気になる方いると思うんですけど、これを今日は簡単に直しちゃいたいと思います。プリウス王のポイントスティックを使っていきます。こちらはマスカラタイプになっていて、これを髪の毛の毛流れに沿って出ている髪の毛につけていきます。反対側も毛流れに沿ってつけていきます。つけた後に顔周りのもみあげの部分を少し下ろすとまとまった状態で綺麗に出てきてくれます。反対側も少し下ろしていきます。表面のパヤパヤ毛もこれをつけるとしっかりと収まってくれます。どうでしたか？いやこれすごい、うん、かっちりしすぎないので、うん、遅れ毛出すにもすごく後からでも出せるし、うん、持ち運びも楽なんで、すごい何回でもそのお直しでできるからいいかなって思いました。まあでもそうですよね、結構マスカラタイプっていうのがやっぱもう使いやすいよな、こうつけれるし、うん、で今小池さん今日は、はい、アレンジしてやったんですけど、アレンジする前とか、はい、もうストレートヘアとかでも、うん、この辺の気になるところだったりとかもみあげらへんとかに使ってもすごいつけやすいかなって。僕もこう小平さんやってくれてたんですけど、まあ多分自分でも結構つけやすいもんね、はい、だから結構使えるかなと。まあ夏場でも僕はいけるんかなと思います、うん、プールとか海とかの後パヤパヤって出てくるやん、うん、結構出ますね、とか、うん、あとは梅雨の時期でも結構僕使えるかなと思うので、ちょっとこういうアホ毛だったりとか、はい、気になる方よかったら参考にしてみてください。それではまた皆さん、さよなら。